どどうもどうももミルクサッカーアカデミーの上馬でございますいやーいろんな話が舞い込んでくるもんだノーミルクサッカでございます何かあるんですか今日教えてくださいねお願いします、はい、今日こちらどうに出たはいあすごい話が出てました出てきました 右側の正直あの町田テレビア関連の話はすでにミルアカでも出した通りなんかムロや菊池、シュミット、オナイユ小林なんか取るんじゃないかって話で言ってますけど。優勝、ね、早かったし早く進んでる様子がありますね。なんだけど、私、独自でこの神戸、町田の情報を手に入れました。お わかりましたで、その中に原口選手も混じっていたのでちょっと報告させていただきたく動画撮った次第でございます神戸の話浦和の話何何なんでしょうねこれはちょっと行きましょうみなこまいちやってましチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますってことで今日はメインとしては神戸と町田二つのチームの移籍の話でございます行きましょうこちらまずビッセル神戸からドンマーサー皆さん どうやら今、ビステセル神戸さんが、まず日本人でいうと2名狙っている模様ですなんとその1人、1人はね、セルティックから小林悠気復帰させようとしてるっていうのは、ここは元々所属なので分かるんですけど、ちなみにこれ、取ってんのは金曜日ですね、24日。11月24日ですね。まだ J リーグのそのねやってない、そうですね。なんと1人がですね原口元気だそうです。はい だからこれでまた酒井郷徳、山口蛍、武藤義則大迫勇といった日本代表日はいロシアワールドカップ組の選手をまた一人取ろうとしてるとい、えー、じゃなく神戸に戻ってくるただね、裏はも狙ってるみたいなのでこれはだからちょっとマネーゲームになる可能性とかも出てくるのかもしれないんです。か いやそうなんでしょうね、ここはねあそのあ予算にもよるか、そこのうですのね。やっぱ浦和としてはね、あの再来年の CWC2025 なんてのもありますし、うん、神戸はこのわれわれ、11月24日のまだ日中だから、うん、リーグ戦的には分からないけど、まあ、優勝目前という状態にもいるわけだから、それでスポンサーがまた増えるとかってなれば、やっぱりお金的にもっと詰めるとかってこともあるでしょうし。 そんな感じになっておりますよと。気になる名前も結構多いですけどもね。そうですね、黄色の方々が日本代表経験者というか、ちょっと書かせてもらったりだとか、あとはあんま出てないけどね、この夏に来たファン・マタ選手とベイチェ選手も一応ね、それぞれの国のスペインとハンガリーの国リ代表組なので、黄色にさせてもらってますけどまたですもんね。そうなんですね。忘れなはいけない。そうなんですよ。 あとね、まずこれ、僕独自の情報ではあるんですけど、なんかね、神戸に出入りしてるような代理人さんが、ポルトガルで目撃されたみたいな話を僕はちょっと入手しまして、それは日本人ですかいえ、どうやら新外国人、ただ、確かになって思うんで代理人の国籍は。は海外の方なんですけど。じゃあ、ポルトガルにもいるでしょう。まあ、そうなんだけど、でも、これ、理由はあるなと思っていて。 あのこの間あの、アストンビラと提携とかって話があったんですよね、なんだけど、実はそのアストンビラが今、そのもうあのいわゆるマルチクラブオーナーシップって言われるやつで、今やってて、うん,うん、いろんなすそうで実はあのつい、この間まであの今、シートトロイデンにいるあの小川亮也選手が所属していた、うん、あのビトーリアってあのポルトガルのチームあるんですよは,いは,いはい。あそこが実はアストンビラの傘下なんですよ、今。へー だそう考えると、あのそのなんか V グループみたいな感じになってるんですけど、ほうほうだから、<や>あそう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 。うん、で、まあ、ビッセルもだから、なんかそこでなんかうまい、なんかいい流れになってななっ <laughs> ダジャレみたいになってますけどね。そうなんですね。その流れで、いわゆるその、いわゆる独自ネットワークの中から、うん、そのポルトガルで、そのいわゆる、それこそビトーリアからビッセルになんていう可能性とかも僕はゼロじゃないのかなとは思っています。はい。<ー>で、 特にやっぱり、なんかおそらくそれで取るんだったら、僕は後ろの方なのかなと思っていて、うん、やっぱりあの斉藤光希選手の,あの大怪我で、ついこの間、やっと2回目の手術も終わって、ああのちゃんと全治が出てきたんですけど、要はあのパリオリンピックで後なんですよね。そ<が>そうですねっ、うん、か夏、うん ってことは、来季、試合が増えると言っても、残り10試合ぐらいにならないと戻ってこないことがもう分かってるんです、最低でも。ってなったら、後ろが足りないまま開幕するのは確定してるわけだから、はい、1>, まあ1名取りに行くっていうことは結構リアルなんじゃないかなと思っていますで、あと、ここから一回ちょっとまた神戸には戻ってくるんですが、一旦ちょっとゼルビアの方の話をまず行かせてください。はいはい、今度、町田ゼルビアの話なんですけど、こちらでございますと。うん ドンえ全員来たらこうなるよってことにはなるんですが、黄色の方々が今ちょっと狙ってる選手なんじゃないかっていうところ、ね、欧州選手、韓国選手っていうのはそうなんですよ。うん、まさに今までのところだと、やっぱりその趣味と小林、菊池、そして、うん、室やオナユって名前はすでにもう上がって,てるはいはいはい、話題ですね、はい、どうやらですね。うん 韓国に町田のスカウトがもう渡っていて、なんか、韓国代表の選手を取ろうとしてるという話も上がっていまえーなるほど。で、プラス、ヨーロッパにも行ってるぞってことも、これもだんだん判明してきまして、はい、でそれで日本人のいわゆる、ね、海外にいる日本人選手たちに声かけてると思ってたら、それ以外にもいるぞってことが、なんとなくこう、ちらちらこう伝え聞こえなんかしてくるような感じになってきていて。う 国代表クラス、またその経験者と世代別代表クラスがもう全員揃う感じにましたうすす。いろんなレイヤーのすごい人たちが、はいはいはい、そうですね集まることになりそうだという形でございますと。そうなってくると両チームにとってちょっと焦点になりそうなのか、うん、両方のチームにいたのはこの2人です、まさん 小林幸と菊池龍穂のこの2人、この2人がどっちのチームにいるのかっていうところが、ちょっと両チームにとって来季、いろんな獲得劇の焦点になってくるかもしれないなと思っていますと。そうなった時に、ただちょっと1つね、神戸の方戻るんですけど、さっき何にも全然言わなかったけど、1人だけ黄緑の選手がいるんですよね、それが高橋翔平選手でございます。 まあ以前、神戸にもいた選手になりますけどもともと今季町田から神戸に行った選手なんですよね、うん、で町田でその菊池隆子さんやらんやらその怪我だとか移籍だとかがあって、うん、ちょっとセンターバックディフェンダー陣大丈夫かっていう時にスクランブルのような感じで町田から神戸に貸したちょっとだから神戸町田側に1個だけ仮がある状態といっても差し支えはないんじゃないかなと思うんですよほうほうほう。 で今回、それで町田はさらに菊池を狙っている、さら、うん、にはまあ今は現状、セルティックの選手だからということで、小林も狙っているって感じですけど、うんうん、これ両、2人とも神戸にいるってこと、菊池も小林も神戸ってことは僕はだからないんじゃないのかなって思っていて、その貸しがある分、どっちかは1人こっちにくれよじゃないけど、言わ、うん、れじゃないですか、セルティックで半年間出れてなかった分、ちょっと経験の面、ね、ゲーム経験の面で大丈夫かと不安のある小林君と、うん あとやっぱ今年一1年ほぼ怪我だったってことの菊池隆法君やっぱりこのゲーム感覚だとか体力の面での心配はあるからってことで、一、うん、回1年、町田側としては貸してくれよみたいな言い方もできるんじゃないかなと思っていて。 で、まあ他のね、あの、選手たちどこに行くのかってことをも,もちろん心配というか誰を取るのかってこともなってくると思いますけど、ちょっとこの2チームにとってはこの小林菊池どっちがを、どっちが取るのかってことで、いろいろこう変わってくる部分はあるんじゃないかなと思っております。まああとまあ戻っちゃいますけど、あとはね、原口元気がいてどっちに行くのか、浦和なのか神戸なのかってところにも寄ってくるでしょうけど、なんか争奪戦が激化している感じがこうもうね、 まだ移籍史上始まる前のところでもだいぶ今バチバチやり合ってるなってところがあるからどっちがどこに行くのか次第で他のいろんな選手まで絡まってくる可能性はありそうだという。 話すえワにワかにいろいろ出てきましたね。原口さん、どっち行きたいのやっぱり浦和に行きたいんじゃないんですかまあそうだと思いますけどね。そこやっぱりでも金額とかってこともちろんね、なってくるのかな、ね、と思いますけれども。あとやっぱり今としては、スットガルトの選手まだ契約も残ってますから、うん、まあスットガルト側がまあどっちの契約をそれこそ飲みたいかっていうのは、いろいろあるとは思いますけど。むしろまたもう、まだね、リーグ戦あるっていう中でこう動き出してるっていうのはね、また。